ロストしたアイテム取りに行かないと。ちょっとロケランゲリラさん通してくれますか？もう勘弁してくれ。どうも皆さんこんにちは。今日も張り切ってゲリラを殲滅するよ。しょっぱな吹っ飛ばされてるけどな。あのロケランマジでチートなんだよな。とんでも平気なんだよまったく。それをお前は村の中で暴発させてたじゃないか。使い方ってもんがあんだろ。お前の使い方の方がおかしいだろ。だいたいロケランって乱射するもんじゃな。ちょっと待って昨日の確信犯がここにいる。おっと強い。あなたと戦うには時間がちょっと早かったみたい。また今度ねー。あ、ちゃんとロストアイテム残っててよかった。そしてエンダーナイトの追撃もなし。ていうかここってさっきロケランで吹っ飛ばされた場所じゃないか。昨日のロストアイテムが回収できてない。あ、残ってた。よかったよかった。持ち物が溢れてるな。チェスト作ってその辺にアイテム置いておくか。ちょっくらそこの木を伐採する。おお前か、この前はよくも村を襲撃してくれたな。あ、全然余裕だったね。あのカマ野郎に比べれば。こいつがモンスターの中で最弱なんじゃないのか。きっとそうだな。当シリーズではワスポーンの大型ボスを討伐するという目的は、一切含まれておりませんので、ご了承くださいね。でも何かしらの目標は決めてるんじゃないのか。いや一切決めてないよ。ゲリラのおまけでついてるだけだから。オアスポーンはサブミッションだから。オアスポーンサブって明らかにコストがおかしいだろ。普通だったらオアスポーンがメインでゲリラがサブに回るぐらいだよ。常識にとらわれてはいけないのだよ。っていうかこういう会話は収録外で行うものではないのか。え、気を取り直して本格的に基地を捜索するよ。その前にこの辺のゲリラを処理。隠れても無駄だよ。オッケー、これでゲリラは湧かない。昼間は自然にゲリラが湧くわけじゃないから、状況的には有利だね。ただ中枢はどうなってるかわかんないけど、昼でも100体ぐらい湧くんじゃないのか。基地ってそんなに頑丈に固めるもんなの？基地ってそういうもんだろ。まあ規模にもよるが。スライムボールだ。これもゲリラが落とすのかな？これならいちいちスライムチャンク探す必要がなくなるね。木が生い茂ってるな。突然ゲリラが襲いかかってくるってのも考えられるから、気をつけろよ。こういう時こそロケランで威嚇射撃するべきじゃないのか。威嚇射撃でロケランって趣旨間違ってないか。さすがに私も違和感持ったよ。ここはゲリラに気づかれずに接近するのがベスト。割と潜んでないな。中枢までのセキュリティは大したことないね。じゃあこの辺から壁をぶっ壊しながら強行突破してこうかな。急にアグレッシブになったな。大胆かつ繊細にだよ。あれ、中も草が生い茂ってんの。どうなってんだこや。あれ、ゲリラの死に跡。OK さん済みってことか。やりおるな。やっぱり建物の中はセキュリティが万全だったようだ。って言っても確認できたのは一人だけど。まずい日が暮れてる。夜になるとゲリラ以外の輩が湧くし、正直そいつらの方が脅威だし。一回村に帰らせてもらいまーす。おやすみー。基地に再挑戦する前に、少しやりたいことを消費。村がやたら静かだったので、賑やかにしました。もはや騒音レベル。お。これはいい交易人を見つけた。エメラルド旗あんまり取れるし、これで食料には困らないな。こんなに村人を増やせた理由は、あるシステムを導入したことにあります。それがこれです。村人増殖システム。検索すれば出てくると思うので、ここでは詳しく説明しません。うまくいけばこのぐらい増殖するってことです。この村人はゲリラモッドを入れることで新しく加えられる村人だな。ほんとだ、段ボールを交易品に取り入れてる。緑色の服が特徴だな。段ボールの他に、銃とかも取り扱ってるから。積極的に交流しておくといいぞ。っていうか村人多すぎて誰が誰だかわかんなくなっちゃう。それともう一つ、村の入り口のセキュリティを強化しました。
前回のあの吹きさらしより大幅に改善したんじゃないでしょうか。これでカマキリも入らなくなるな。いや、あいつ飛べるし、カマキリ対策にはなってないな。っていうか内部ではいたら元もこうもないな。ほんとそれが心配。カマキリって、草ブロックの上に湧くんじゃないか。ってことはだ、村の敷地を草ブロックにしなければいい話ではないのか。ああ、そういうことか。今度やってみよう。さあ、基地に再挑戦。展望台が近いな。これは一気に突撃した方がいいな。今のところ外には出てないようだな。さあ一発かましてやるか。ゆっくりスネークのお出ましだー。そうでもういっちょ。まだまだ行くぜ。入り口を作っておくか。さあさあさあ、お邪魔しますぜー。あれ、思ったよりセキュリティ緩い感じ。おっとっと、足を滑らせてしまったよ。まったおびっくりした。お前らいつの間にいたんだよ。ちょっと待てって。やっぱりセキュリティがしっかりしてたじゃないか。そうはなく行くもんじゃなかったな。でも残念、ロケランには勝てないね。そろそろロケランなしに縛ったらどうだ。まあ考えておくよ。っていうかフラグの HP 高いな。100もあるのかい。とりあえず防御を固めよう。こっちくんなし。 HP 残り1じゃなかったら即死だった。よし、ここから上に上がっていこう。大開けた、作戦成功。見事にゲリラを撒いたね。さあ、お楽しみのお宝の時間だー。おお、ビーコンがあるじゃないか。それに有り余るほどの鉄が。とりあえずゲリラが登ってこれないようにはしごを駆除。よし完璧。基地制圧、完了。処理落ちひどいな。おい、これで大きなゲリラ組織を一回壊滅させたね。他にもゲリラ基地はあるだろうし、まだまだ戦いは続くぞ。次はロケランなしだからな。でも装備は改良してもいいでしょ。ロケランさえなければな。それじゃあ退散しようかね。ゲリラ基地、じゃあのー。バカンスを楽しんでるやからを発見。おいてめえ、ナンパの仕方ってもんがあんだろ。邪魔するなら帰ってどうぞ。意外とタフネスあるパターンか。変態野郎は一切受け付けてねえぞ。待ってこいつ HP150 も残ってる。カマキリよりはるかにタフじゃん。ロケランだと周りのやからも巻き込んじゃう。くそ、戦いづらい。やばい毒状態になった。こんな時に限って兵頭私に向けんのかい。おいおい、まさかの乱入かよ。危ねえなー。さすがに蜂は水の中には入ってこれまい。ヘビって水中よに。じゃあ。この惨劇にショックを受けたゆっくり一行は、廃校を駆け回るのであった。ロケットランチャーで、蜘蛛の巣が駆除しやすくなったよ。特に何もなかったよ。壁の上に湧く謎のモンスター。あいつは一体何なんだ。コインってあのコイン。それしかないな。とりあえず近づいてみるか。釜をドロップした。そんだけかい。